背中触っていくと、ここ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 、そっち側めっちゃ痛いです。めっちゃ硬いね、こっち側。この辺ガチガチになってますね。そっちがね、もう痛すぎて、はい、日常生活にはい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 。右側ガチガチだね。何してんの？はい。こんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入っているお肉みたいな感じで、はい、ガチガチになってるんですね。はい、それをね、今から生肉に戻していくんだけども、その過程がとても痛いです。でこの背中の疲れとかって、まあ、足の疲れから上がってくることが多いので、はい、足からちょっとしっかり緩めていきますね。はい、もう硬いんだよ。ちょうどいい感じかな。気持ちいいです。ここの強さ、ここはね、こう疲れが上がっていって腰痛とか、うん、あの背中の疲れとかに上がっていきます。腰もたまに痛くなります。あ、だよね。ああ、ちょうどいい。YouTube 撮れたか全然ないのに。あ、そこは痛い。ここは痛い。そこは痛い。ここは痛いけど、よく聞く。お仕事は座り仕事、立ち仕事。いや、立ち仕事で。あ、立ち仕事か。はい。お疲れ様です。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいいね。店で硬いって言えるぐらいだから大丈夫。本当に硬い。なんで足をしっかりつくかって言ったら、全身の筋肉、人間の体の全身の筋肉 70% 以上が足についてるので、背中を緩めて、足を緩めてあげないと、背中とか肩こりも取れてくれないので、ね、なのでね、足をしっかり緩めるようになってます。マッサージチェアでもこの辺とかもしっかり緩めてあげた方がいい。なんか足の長さに合わなくて、はい、なんかうまいこと挟んでくれないんですよね。あ、なるほどね。だから足はもう、はい、無視して肩ばっかやってました。はい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 、はい、なかったですね。そうだね。ここだ。あと腰痛によく効くのがね、意外に太もも、はい、ここもね、しっかり緩めていきますよ。
ちここが緩まないと背中とか肩こりとかも緩まないんですよ。こっちずっと痛いな、はい、あっ違う違うこっちここが硬い、あっ痛い、ここが硬い、あっ痛いです、ここが、ここ痛いね。違う場所に移っていきますよ。で、ね、足の筋肉ってこう外側についてるので、ここもね、緩めてあげると効果的。そこまで硬くないね。